どうも皆さんこんにちは、ゴエモンジャパン代表 VS クラクラチャンネル代表、ですね、今16対22で今もこっちがちょっとそうですね、タウンホール9はクラクラチャンネルさん2個全開、こちらはですね今1個ということでございます。そして2番のオゴさんはですね、まあ後ほど行くということで、今回うちのタウンホール10エース了解ザウルスさんがですね、こちらのですね、ゴンザレコさんをですね、まあ、全開狙いでいくと、まだ2は残っているんですが、それはまあまあ後ほどということで、ザウルスさんがいくということで応援したいと思います。ちょっと今皆さんそんなインしてないんですかね。ちょっとそうですね、今時間帯的には6時ぐらいなので、多分みんな多分サザエさんとか見てるんじゃないですかね、皆さんね。もうそうですね、ゴンザレコさん、さあもう、お、来た、始まった、頑張れー、応援してるぞ、俺は本当に応援してる。アーチャークイーンを出してきました。そしてアーチャークイーンを出してどうですかね。これちょっと、あ、この対策陣はそのクイヒー対策がなされているんですよね。なのでアーチャークイーン単体で対空砲を壊すことは厳しいですが、ここでしっかりと、あ、なるほど、レイジウォールブレイカーで、攻撃力を上げつつ、中に切り込んでいく攻め方ですね。これアーチャークイーンを歩かせるというわけで、おお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 お来てますよ、ソレンナ、オッケー来た、ソレン、さあそして援軍もオッケー、対空砲1本破壊、そしてさあどうでしょう、こちらの対空砲も1本破壊されました。これはうまいぞ、さすがザウルスさん。そしてサイドのですね、ターゲットと防衛施設のターゲットをすべて回収するようにラブハンドを出していってます。これは来たんじゃない本当に。そして残り対空砲1本、さあそして残りレイジ1と、フリーズ1ですが、フリーズ発動、さあどうでしょうか、今ひたすらに、ここでフリーズ、これはちょっと対空爆弾がすっげー、これは厳しいか、厳しいか、インフラのタワー残っていません。さあ残り、ラバーハンド残ってたの、ラバーハンド残ってたの、そしてアーチャークイーンもまだ残っている。行っただろ、行ったろ、これ時間残り1分20秒、行った、うわさすがだな、さすがザウルスさん、いやガチでさすがだよ本当に。ああもうザウルスさん、もう焼肉行きましょう、焼肉ねえ、うわいやークラメンに恵まれてるな、ナイス、いや本当にすごい、あすげえマジで、焼肉いや焼肉はいやマジか、マジですか、いやー、どうも皆さんこんにちは、ドズです、ドズルさん来た、うわー、さすがですね、マジで。ということでですね、ゴエモンジャパン代表クラクラチャンネル代表戦っております。そして今がですね、時間帯的には今6時ちょいということで、19時から21時まで、ドズルさんの生放送もあるので、そちらの方もご覧ください。ですね、この了解ザウルスさんがいるゴエモンジャパンにも皆さん、ぜひともカモンです。そんな感じで皆さんですね、タウンホール10の方々でみんな今全開練習しているところでございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。